いよいよぞーえぇーテンション上げてけーフリードクルーはクレイジーおー頑張れ頑張れめちゃめちゃダサいだよなんすかリードクルーはクレイジーめちゃめちゃダサいリードスが YouTube チャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。ついに来ましたよ。今年も来た。ついに、はい、今年も来たよ。いや、まあまあまあ、前回、前々回の動画、はい、そうですね、まあ、舞妓のスノーチャージ、はい、で、僕は第7ランドのスノーチャージ、スノーチャージ、はい、で、今回が大本命ですよ。でもこれがもうメインイベントです。メインイベント、ほんまにもう今まで序章にしていいんから。序章そう、俺の肉離れも、寮の坊主も、はい、全部序章やから、はい、あ、そうっす、そうっす、そうなんす。前回の予言通り、そうちゃんと坊主にしてきました。めちゃめちゃおもろいな。あんな生きてさ、俺優勝できへんかったら坊主にするから、いや優勝できてへんから。で、今日の目標はひろくん。いや、もちろん、うん、あれです、去年の動画の宣言通り、うん、中島さんに勝つことです。あ、覚えてた、覚えてた、ちゃんと覚えてた。来年10万取るじゃない、もう中島さんに勝つ。覚えてるんですよ。こいつ1位取りに行くって言うと思うんだけど、中島さんに勝つことですよ。いやいやいや、何を言ってますか。俺はもう今回秘策を用意してきてるから、はい、もう絶対負けへん。まあ、前回の動画で分かってくれたと思うんだけど、はい、俺100人ぐらいぶち抜いたあの板を持ってきてるから、今年も肉離れしながらでもクソ直下って100人ぐらい抜いた、まあ、確かにあの伝説の板を今回もご用意しましたんで、じゃんじゃじゃーん、12キング156。あ、156なんですね。今年は156です。去年は158やったんですけど、はいはいはい、もうこの水玉やばない、弾きまくってるやろ。ストラクチャーも完璧じゃないですか。完璧やねん。もう俺これな、昨日休みの日にな、もう2時間ぐらい磨いたから、はい、もうバッチリ。俺もうこれでマジで勝てると思うね。でもね、うん、大丈夫、僕には絶対勝てないんですよ。なんでなん。僕もちゃんと用意してます。用意してきた。用意してきます。ちゃんと用意してきます。見して。じゃんじゃじゃーん。これ入る、これ入る、上上入るん。これリブテックのドギーボーイ、ドギーボーイ、ドギーボーイ195。まあ、おかしいやろ。159ちゃうっすよ。195。俺のが156だ。普段乗ってんのは俺ら54だと51だと乗ってますな。そうそうそう、同じぐらい長さ乗ってんねんけど、この差ありすぎるやろこれ。やばない、これ見て、この差。ただ今回ちょっとコース変わってんねん、去年と違って。そうなんですよ、ね、そうそうなんですよ。ちょっとだけ緩いコースを設定されたよね。だから結構トラバース多めやし、結構緩斜が長いから、いやもう板が走らんとあかんやん、これは。そうなんですよ、うん、板が走らんとダメなんですよ、うん、だから僕のこの195は、うん、直線安定性をちょっと考えて長くしたんで、そうやな、ちょっとミスったんですよね。でも今回俺らまあ並び順やから、まあ、朝一抽選やったんですけど、はい、まあだから前回俺が6万引いて最前列で行って肉まんだね。で、亮が最前列引いて行って2位、2位か3位かは分からんけど、はい、じゃあ今回の並び番号、ちなみに亮は1番です。ナンバーワン、第1組。いやもう絶対にね、うん、勝てるっすよこれ。俺は21番。俺の予想、感覚で言うと6列目7列目ぐらいちゃうかなっていう感じだから、まあ全然前のやつがボケたり、もうバーぶち抜いていくから。俺もは治ったからな。治ってない。治ってない。治ってない。じゃあということで、はい、2時になったら開催するかしないかが判明します。で今はまあ1時ぐらいでしょう、今ね。だからちょっと一本滑って様子見て、まあいけるかどうか。多分俺はレッドブルやからやってくれると思う。ね、やってほしい、ここまで来たら、うん、もう両足ぐるぐる巻きやから、テーピングで。やってほしいよ。まあ、健闘、ね、はい、祈りましょう。頑張りましょう。ちなみに1位賞金10万円取ったらどうしますか。去年も聞きましたけど、まあ、みんなで山分けしましょうか。口尖らすやめとく。まあ、頑張ってね。そうっすね。表彰台乗りたいんですよ、俺ら。はい、何回も言ってるけど、はい、表彰台目指して頑張ります。頑張ります。はい、応募期待お願いします。行きましょう。よいしょ。はい。いやー、やるってよ。やるってよ、りょう。うん。やるんすね。だって一本滑って、うん、コース分かんなかったっす。そうやで、コース間違えたよね、一本滑って。こっちかな、こっちかな、こっち行こうって間違えとったから。こんなに滑り慣れてる高さで。そうやね。もうぐらい見えない。これでヘタレこいてやめるっていうレッツブルよりはやるっていうレッツブルの好きよ。見てこの天気、雪や吹雪や。終わってる。ダメじゃないですか。いけます。やばいっすね。無理って言ったらあかんねん。お前1位取らなあかんねん、分かってる。もう俺らの動画にも求められてることは1位やねん。そうなんですか。うん、
やでも僕の今回の目標は中島さんに勝つ。いやそうや、だから俺が1位やったらお前が2位やんか。そうやったらあかんわけやろ、はい、お前が1位で俺が2位っていうのが一番もうこれは完璧なシナリオちゃうんか。完璧っすけど、うん、まあありえないです。何がやねん。まあありえない。俺のこと信じてへんのかお前。はい。おいおいお前こいつほんまもうこんなんばっかりやわこんなんばっかりらしいわこいつ。まあ最後にねエナジーチャージして、はい、じゃあこっからもう30秒まで飛びますもんね、いつも、はい、この調子やと、はい、続きのコマは30秒前どうぞあー緊張しよう、おめでとうございます。イエーイ、よしよしよし、頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。これは無理や、走るとか以前の問題や、怖すぎる。俺の板、俺の板、あったあった、俺の板、あったあったあった、どこですか。違う、来た、一番スタート来た、やばい、スタート来てる、マジでない、ちゃう、黒い人ある、どこどこどこ、分かる分かる、いけるぞ、いけるぞ、ほんまにどこ、ない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 、どれある、俺の、俺のある、どこ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 、やばい、いたはずだ、いたはずだ、いたはずだ、どこ、ちょっとほんまにないねんけど、あかん、あった、もうええって、もうええって、表彰台には乗る、表彰台には、ちょマジほんま全員感謝目にぶち抜いたるからな、やば、足、足しんど、やばいぞ、どっか取るからな。
つかない。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、結果はね、もう惨敗。マジで僕、一番最初に痛みつけて、一番最初に入って、一番最初にスタートしたんですよ。うん、お疲れ様です。お疲れ様です。一番最初に見つけて、一番最初に入って、一番最初にスタートして、バー走ってて。来た、これ来た。そうなんです。はい、来た、もうこれほんまに優勝できると思って。うん、これ来た。もうマジで常に僕こうやってパンピングしてたんですよ。こんな低い姿勢で、うん、こんな低い姿勢でこうやって、うん、3人に向かった。いや10万欲しかったっすけど、表彰台乗りたかった。いやほんまに表彰台乗りたかった。マジ表彰台乗りたかった。お前マジ表彰台乗りたかった。マジで悔しいっす。俺はちなみに、はい、最下位ですよ。え、バインディングつけたら最下位だったっす。はい、はいはいはい、はい、もう誰もいなかったっす。誰もいなかった。誰もいなかったっす。で、どうやったんすか。いや何人か抜いたよ。でももう、でも多分300位とかじゃない。まあ、こんな感じで、はい、まあ、僕の裏目標の中島さんに勝つは達成した。いや、もうバンバン負けたね、これ。余裕で余裕で勝ったっす。もう全然無理。余裕で勝ったっすね。うん、まあ、でも表彰台に乗れなかったんで、いやまた来年っていうしかないっすよね、これ。特に面白くどうかは分からないけども、皆さん高評価の方はお願いいたします。お願いします、はい、これからも頑張るんで、楽しかったなって思った人はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。